こんにちは、賃貸のまさきです。本日は生駒市の尾瀬町にやってまいりました。今回ご紹介するのはこちらの2LDK のアパートの紹介ですね。ペット飼育の相談も可能なお部屋となっております。こちらが駐車場のスペースですね。またこちらの方に駐輪場として使いいただくのもいいかと思います。では中の方にご紹介ですね。こちらが玄関スペースということで、下駄箱の方、備え付けとなっております。はい、中に入りますと、すぐにリビングが広がっておりまして、こちらの広さとしては12畳ほどのリビングスペースとなります。こちらの方は、ね、エアコン1台備え付けとなっておりますので、夏冬快適に過ごしていただけます。それではキッチンの方ですね。キッチンの方はお好みのコンロを置いていただけるスペースと、こちら調理スペースが広く取っております。こちらの方シンクも、ね、広くなっておりますので、洗い物も十分にしていただきます。こちら水切りになるとですね、上の方、下の方にも十分収納スペースがございますので、お鍋など、しっかりと収納していただきます。そしてこちらの方は給湯器のリモコンですね。こちらの方で温度設定が可能となっております。リビングの方ですね、こちらの方は階段下のスペースを使っております。こちら収納としてお使いいただけます。はい、またこちらの方はモニター付きインターホンですね。カラーでお顔を確認していただけますので、防犯面でも安心です。そしてこちらの方がお手洗いですね。こちらはウォッシュレット付きとなっております。次に洗面所ですね。洗面所の方の奥にはこちら室内洗濯機置けば、こっちの方がシャンプードレッサーになってますね。ここの方は浴室となっておりまして、追いだき機能付き、また上の方には浴室乾燥もついておりますので、非常に設備豊富なところとなっております。リビングの方もこれぐらい広くなっておりますので、ダイニングテーブル、またソファーも置いていただいても、ゆったりと過ごしていただけるお部屋になるかと思います。それではテラスハウスということで、上の方に、2部屋ございます。階段の方にはこういった手すりもございますので、登りやすくなっております。2階へ上がりますと、こちらの方は2階にもお手洗いがございますので、非常に使い勝手のいいところですね。次にこちらの洋室ですね。約7畳近くあるかと思います。バルコニーに面しておりますので、非常に明るいお部屋となっておりまして、はい、こちらの方で洗濯物、またお布団などしていただけるようになります。そしてこちらの方がクローゼットですね。非常に広くとっております。ハンガータイプも、ね、ございますので、お洋服もたくさんかけていただけますし、またちょっとしたこういったタンスもございますので、こちらもご活用いただけます。はい、こちらの方はエアコンの方、設置が可能となっておりますし、テレビも見れるようになりますので、こちらでいただけるかと思います。もう一部屋の洋室ですね。こちらの方も6畳から7畳ほどあったと思います。こちらの方も寝室としてですね、お使いいただけたらと思います。先ほどと同じようにですね、こちらの方もしっかりと収納がございます。はい、ハンガータイプもついておりますし、タンスも、ございます。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のマスクでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。